はいどうも、大勢、秋葉でございます。今回ですけども、え浜、ー、田翔吾さんの家事についてちょっと喋る、えー、動画にしようと思います。えーと、僕の人生の中でとても大切な曲ということで、えー、ちょっとですね、あの、この曲を聴くと心が軽くなるというか、えー、まあちょっとね、その夢を追う人とか、まあ何かその自分のやりたいこととかを愚直にこう叶えようとしている人たちにとって、本当にその人生の応援会になるんじゃないかということでですね、この歌詞について僕はすごいねいの、今までずっと助けられてきたので、まあそういったことをね、皆さんと共有する動画にしようかなというふうに思います。 ということで、今まで浜田省吾さんのね、動画めちゃくちゃ出してきたわけでございますけどね、今回はね、その1曲にフォーカスしたというような感じでですね、えー、まあ、やっていこうと思います。はい、家路でございますけどもね、これはね、あの、ホームバウンドというね、えー、1980年に出された浜田省吾さんの、えー、アルバムの中に入ってる、最後に入ってる曲でございますけども、えー、まあね、 えー、この曲、すごくね、まあ、えー、ていうか、えー、人気な曲でですね、まあ、ライブなんかでもやっぱ鉄板というかね、結構歌われる頻度が高い曲でございます。えー、この曲のね、えー、まあ、一言で言うとどういう曲かというとですね、まあ、本当の愛と自分の成功とか、えー、夢を天秤にかけて、自分自身が本当に求めてるのは何なんだろうっていうことを問いかけるような歌ということでございます。えー、どういうことかというとですね、まあ、夢を追ったりとか、えー、まあ、例えばね、皆さんも今やりたいことがあるとか、えー、人生迷ってるとか、まあ、そういったね、 確固たる何かその自分のやりたい信念みたいなものを持つ人とかっていうのは、えー、まあその夢を追ったりとか自分の意志で道を切り開こうとするものはね、えー、本当強いんですよやっぱ自分のね信念がある人は。 強いんですけど、でもその代償に友達とかですね、まあ人間関係、まあそういったものが崩れやすいんですよね。孤独になるし、悲しいことだらけなんですよね。えー、なんていうか、まあお金持ちの成功者がですね、まあその人生どん底に落ちてしまうとかっていう話、よく聞くと思いますけども、何かその自分の野望とかを成功した人たちっていうのは、えー、まあちょっとね、えー、自分の夢を叶えると同時にそれを天秤にしてですね、えー、愛情とか、まあそういうのを失いやすいといった傾向があるんですよね。えー、なんていうか、ま、え、あ、ー、 フレディ・マーキュリーさんのね、あの、ボヘミアン・ラプソディというまあ映画なんかでもね、まあ語られてる通りですね、えー、まあそのサクセスを掴んだというか、まあ成功を掴んだものだからこその、そのなんか悩みというか、えー、まあその本当の愛がわからないといったようなね、まあそういった悩みがあるわけでございますけども、まあ夢を追うと孤独にもなるし、恋人とか友人も去っていくし、それを認めてくれて、その夢を理解してくれる人っていうのはなかなかいないもんなんですよね。えー、まあど,のどんなにね、人がいなくなっても孤独になっても追いかけたい夢があるんですよ、でも。えー、で、なんか、なんか好きなこととかね、夢を語る とですね、まあバカにされたりとかしますよ。夢を追うことによってお金がなくなったりとか、意固地になったりして、えー、ね、そのなんかね、その自分のその人間というか、その人柄っていうものが疑われてね、信用とかを失っていったりするわけでございますけども、まあね、でもそんどんなにね、そういった周りの人がねいなくなっても自分の夢というものをかっこ足る自分の夢というものは追い続けていきたいというようなね、まあ、そういった願いがねこの曲には込められているんじゃないかというふうに思います。ということで特に僕のね気になったこの歌の歌詞がですね、えー、まあそして、えー、孤独なエゴは愛という名のもとに俺を上と。 下に引き裂いいたという言葉があります、はいえー、まあこの孤独なエゴっていうのはどういうものかというとですね、こう夢を追うという自分に課した使命だと思うんですよね。えー、自分は必ず成功するとか、必ず上に行くんだとか、まあ、そういった自分のなんというか、確固たる、えー、まあそういった情熱ですよね。まあ、そういったものがあると、えーね、そういった夢はあって、その夢があることによって、えー、人から称えられたり、お前すごいな、俺はお前のことを応援するよっていう,うにこうに称賛を浴びることもあるんですけども、それと同時に時にはね、こうバカにされたりとか、罵られたりとか、 嘲笑われたりとかするようなこともあるんですよねまあそれがね、えー、浜田翔吾さんにとって上と下に引き裂かれるような感覚ということを言ってるんですよねえーなんていうか、えー ね、本当にその罵られるいうのは、ね、例えばまだ夢いったね、その夢を追う人っていつでもかっこいいんですけども、それと同時にそうやっぱその現実社会ではね、それを否定する人、否定してくる人とかね、えー、バカにしてくる人っていうのは必ずいるんですよね。でまあ、そういった人たちがいることによって、その自分の夢っていうものがちょっとね、えー、まあ、ちょっとわからなくなってきて、それで挫折をしてしまう人とか多いんですよね。だから夢を叶えるという風に強い野心があっても、その周りがね、そういうことを言ってくれる人がいることによって、えーその ななんていうのかな、えー、自分の中でのその夢、情熱というものと、えーまあ、その周りの目とか、えー、人々が去っていくこの様子というものをちょっとね、えー、なんかこうその狭間で憂いているような曲かなという,ふうに思います、まあ、このあとに続く歌詞としてはですね、まあ、そのだけど今でも信じている心の全てを奪い去るような本当の愛ということでね、えー、ね本当に人が去っていくと夢を追うとバカにもされるしどんどん人が去っていく現実見ろよと言ってくるだけど俺はこの夢を追っている自分というのが本当の素直な自分なん でこんな素直な自分を受け止めてくれるような人と出会って、でそれでそういうた人たちはねなかなかいないんだけども、もそういう人たちと出会いたいっていうようなね濱田省吾さんの願いが込められているんじゃないのかなという,ふうに思います。そしてですね えー、悲しみ果てしなく夜は夜ごと冷たく人は去り人は来る。でも気づけば道しるべもない人、道に一人ということでですね。えー、この歌詞がもうめちゃくちゃ刺さるわけでございます。人は去り人は来る。ま、あすね。その繰り返しでこう人生っていうのはありますよね。まあ、そこの、そこのいろんな人と出会っていく中でいい人もいたし、夢に共感してくれる人もいた。だけどもね、えー、夢を嘲笑うような人もいた。嫌な人もいた。でもま、あその時と共に出会いと別れを繰り返すのが世の常であってですね。えー、まあ、それを寂しいと思うと、思う時もあるし、まあ、孤独と思う時もある。でも夢を追う人にとって てみれば寂しくはないんですよなぜならだっていつでも気づけば荒野に一人だからとまあいうようなねまあことがありますはいそしてですねまあどんなに遠くてもたど、えー、り着いてみせる石のような孤独を道連れに空とこの道出会う場所へというねことでですねまあ本当にそのいろんな人がね自分を見放してどっか行ってしまったとしてもまあその孤独になって気づいたら荒野に一人の自分がいたとしてもまあどんなに遠くても俺はそういうことに負けないで必ずたどり着いてい、えー、くんだと石のような孤独を道連れにまあ孤独のエゴと石のような孤独っていう 重なると思います誰にも負けない、確固たる自分のそのそ信念というものが石のような孤独、孤独になっても俺は必ず夢を成し遂げる、いろんな人が去っていっても必ず夢を成し遂げるんだということをねね、えーまあ、すごい、ね、あの誓っているような曲じゃなないかなとあ歌詞じゃないかなという,ふうに思います。 まあね、やっぱ本当にこう、なんか好きなこととか夢を語るとですね、やっぱまあ馬鹿にしてくれる人もいますし、夢を追うことによってお金がなくなったり、こう、異個人になって恋とか信用を失っていくんだけども、どんなに周りがミスってたとしても、夢を描きたいんだという、それが本当の自分だということをね、えー、まあね、言ってるような曲なんだと思います。なんかいつまでも夢を追ってないで現実見ろとか言ってきたりとかね、すると思いますけどもね。で、浜田省吾さん自身もですね、まあ多分このことにね、悩んだりとか傷ついたりしたんでしょうね。なんかその当時はですね、特に音楽をやるということは人生をドロップアウトするというふうに言われて 言われてたぐららいの時代ですからねまあね、もちろんその友人とか恋人とかね、まあそういった、えー、なんていうかね、まあその人間的な幸せっていうのもありますけども、でも本当に夢をも追ってる人たちっていうのは、まあそんな綺麗事じゃ済まされないんですよね。幸せっていうのはまず自分の夢を叶えてから実現するものだって思っちゃうんですよね。だからこそそういった本当にそのなんていうか人間らしさみたいなのは一旦、俺はそういったものを一旦排除してでも、えー、自分はねいや、成り上がるために頑張っていくんなということに、ね、言ってるんじゃないかなと思います。で、でもね、やっぱそういう風に言ってるんですけど、やっぱそういった夢を追う人たちってやっぱ寂しい。 っていう風に思ったりするんですよね、えー、なんていうかなその燃えたぎる情熱っていうものと、えー、まあ、人間のぬくもりへのこの切なさっていうものがこの孤独の狭間でねなんかもがいている、えー、方のね、えー、ような、えー、歌じゃないかなという風に思いますでこの歌はですねあのサビがですね、えー、っと悲しみ果てしなく ね、人は去り人は来るというようなね、まあ、歌詞、あ、サビがね、あるんですけどもね、そのサビは一回だけなんですよね。でもですね、あの、どんなに遠くても、えー、辿り着いてみせるというのね、この、強い、え、意思表示の歌詞はね、えー、繰り返して出てくるわけですよね。だから、ま、その、なんていうか、その自分のちょっとネガティブな部分とポジティブな部分っていうね、自分自身のこのなんか情緒的なものをですね、えー、この一曲にね、えー、こう、相対峙してるというか、えー、入れ込んで、そ、そこでの駆け引きというものがね、すごいね、えー、魅力的な歌じゃないかというふうに思います。はい。 ということでですね。まあ、その、まあ、今回なぜこの動画を撮ったかっていうね、自分でもよくわかってないんですけど、まあ、でも、浜田省吾さんのね、まあまあ、そういったその社会的なメッセージとかね、まあそういったものも,もちろん魅力であるんですけども、そういった人生論とかね、えー、自分の夢に対してとか、まあそういったその、なんていうか、哲学的なもの、そういったものもね、すごいね、歌詞として魅力がある。えー、なぜなら浜田省吾さんもかなり苦労された方だから、まあね、音楽偉人伝で浜田省吾さんの動画出してるんでね、えー、そちらを見ていただければ嬉しいんですけどもね、まあそういった浜田省吾さんの背景もあり、こういった歌詞も出てくるんじゃないかなというふう していただけます。ありがとうございました。